大だらぼっちの夜明け、真夜中の樹海、里の村に近づいてくる大きな大きな一つ目の巨人。山頂には150メートルの雲。
があるが、これはダイダラボッチが左足を痛んと東京都のダイダボ、愛知県東海市のダダボウシ、三重県志摩市のダイオウザキ、すべてダイダラボッチの足跡だそうだ。赤城山に腰掛けて利根川で足を洗ったり、羽黒山に腰を掛けて鬼怒川で足を洗ったり、人と関わることもあった。静岡県遠州の山奥にダイダラボッチが住んでいたある日、子供たちを手のひらに乗せて歩いていた。腰ほどの高さの山をまたいだその拍子に、子供たちを手から投げ出してしまい、びっくりして泣き出してしまった。その時手をついたくぼみには涙が流れ、浜名湖となった。秋田県の横手盆地には湖があったので、農民が干拓をしているとダイダラボッチが泥をすくってくれたので、作業はとてもはかどった。そうかと思えば現れて水をかき、三重県の大王町では大きな草履を作ってダイダラボッチを怖がらせて追い返したなんて話もある。他にもたくさん逸話があるが、ここで話し尽くすには時間が足りない。このダイダラボッチ、日本の隅々まで山や盆地、湖や沼を作り終えて、最近ではもっぱら見かけない。だが人間が寝静まった真夜中、どうも何かをやっているらしい。山々を歩き回り、人間が作ったものを見て回る。それで動物たちの住処が減っていることを知ると、イノシシなどにどこに食べ物があるか教える。
ことだ。夜明けとともにたくさんの人間が動き始めるから、ダイダラボッチは姿を隠すため樹海に戻る。100年ほど前、出雲の八百万の神様たちは、日本人は近代化、科学の進歩とか言って我々の存在を忘れかけておる。でもなあダイダラボッチ、そんなことは関係ない。お前は国づくりの神、雨の真一つの神として変わらず山や生き物を守るがよい。千年以上前、人間が始めたたたら製鉄を手伝ったとき、お前は鉄を作るために火を見つめるあまり片目をなくした。足も悪くした。それでも変わらず日本の大地を、人の営みを見つめていくんじゃよ。本当ならダイダラボッチはゆっくり休めるはずだった。でも人間はどんどん山を削り、電線を張り巡らせ、自分たちの便利なように変えていった。俺が作った大地は人間の良いように変えられた。いつまで変えられようが俺は何もしない。でも人が入らない山があまりになくなって、俺も動物たちもどこに住めばよいかわからなくなった。人間は毎日たくさん移動して、日本の大地はコンクリートの道だらけだ。台風や地震があれば壊れるが、すぐに直される。そんな風にしないと人間は生きていけないのかね。地震が起きた。
起きようが、これが自然というものだ。人間もその一部だ。これからも変わらず俺は夜の大地を歩いていくよ。消えた。